今回は紹介しなくてもいいので使ってくれと言って送られてきたワンダーワイドのバックパックを紹介します。韓国のブランドだったかな。ワンダーワイドです。こちらのモデルは白なんですが黒も販売してます。詳細は32リットル、寸胴なのでもう少し入るような気がします。で、実測 570g。 この手のバックパックはもう今や高価で買えない、そんな方にも勧められる Amazon で25,000円で送料2,000円のそれっぽいバックパック。素材はとても張りのある X パックの RX15、 すごくパッキングしやすい素材です。使ってる素材もかなり良くて、ジッパーはもちろん YKK、 ショルダーの作りも縫製も悪くなくて無難な UL 風バックパックっていう感じです。素材は X パックで、この正面に今風のメッシュポケットで、こちらに下から上に開くジッパーがついてます。 YKK で動きもスムーズ。ジッパーがあるので、こちらはくるりと一周してるんですが、こっちのボトルポケットは独立してます。エラスティックバンドで締め上げることも可能です。クロージャーロールトップ、気になる背面は UL パックなんですが、ちゃんとメッシュ素材が貼られてます。構造的には悪くない。で、ショルダーストラップも全然体に沿うショルダーストラップ。自分の場合はよく腕を組むんですが、その場合はちょっとここのところが太いような気がします。まあ全体的には全然悪くない形、結構固めで厚みもこれぐらいあります。しっかりしたショルダーパッド、あまり効いてないんですがトップリフター付き。縫製も全然ほつれてるところはないんですが、このショルダーの付け根、一番力が入るところの縫製がもうちょっと補強があってもいいような気はしなくはない。この辺りからちぎれてこないかが心配。それぐらいかな。 UL パックなんですがしっかりとテープが通っていて、こうやっていろいろなアタッチメントが付けやすいです。 D 管付き、なんていうの、本当に無難な UL パック。素材も張りがあって使いやすくて、本当に普通のショルダーハーネスで、背面はメッシュになってる大型メッシュポケットと大型のサイドポケットで、こちらはもうスルーになってる。で、こっちは独立したポケット。こういったちょっと大きめのバックパックで日帰りハイキングする時のちょっとしたティップスを紹介すると、もう自分はもうこの辺までエマージェンシーシートを3つくしゃくしゃにして入れてます。全体的に上げ底にしてます。開いてみるとエマージェンシーシート、ここまでがエマージェンシーシート。パッキングした時の形も綺麗ですし、エマージェンシーシートなので重さもほぼなくて、しかもいざという時は使えます。もう一ついい点があって、上げ底をしているので荷物が取り出しやすいです。これがもうレインで、この下がもうエマージェンシーシート。上げ底にすると荷物が取り出しやすいです。韓国のワンダーワイドのバックパックを紹介しました。 Amazon で25,000円プラス送料2,000円です。30リットルくらいかな。で、素材は白い X パック。黒いバージョンもあります。やっぱりこの粗いメッシュは中に入れてるものが分かりやすいので使いやすいです。三脚、傘、ショッピングバッグ、サングラスケースにシート、ノコギリに水筒。こちらは縦にジッパーがあって、下と上から開きます。下を開けてみるとこんな感じ。で、今日は中にテント、寝袋、マットを入れてます。フル装備でも余裕で入る、そんなバックパック。で、正面にはバンジーコード。で、これ下にコードがあって、下を絞ることも可能です。で、自分はここにグランドシートを入れてます。クロージャーロールトップ。
で、ここにバックルがあって、外すと、吹き流し部分はこれぐらい。そんなに大きくないです。なので使いやすい。ベルクロテープになってます。冬は若干使いにくいかなっていう感じはします。で、本物の X パック。で、正面にこの小さな三つ折りの財布がギリ入る。モンベルの財布がギリギリ入るぐらいのサイズ。三つ折り財布サイズのポケット。で、ここに入れてた。素材は X パック。で、気になるショルダーはこれぐらい。幅広です。幅広で結構固めのパッドが入ってます。使用しているテープも高密度のテープ。全部そんな感じ。使ってる素材はちゃんとしてます。で、ここに横ポケット。で、背面がこのようなシステムで、中央部分だけメッシュ。で、下にこの別売りのウエストベルトが付けれるかな？ベルクロパッドがあります。自分はこのベルクロパッドをずらして付けて、ちょっとここにクッションが腰に当たるようにしてます。で、ちょっとだけ下を絞って、荷物全体を上に上げるようにしてます。中身を開けてみますと、ジッパーが横についてるので。で、このバンジーコードもここで外せます。このパカッと歩くシステム。寝袋や着替え。で、マットに。で、こちらが、ルナーソロ。と、ルナーソロ用のポール。収納しやすくて、こうやって中身を見るのも簡単です。一つ気になるポイントがあって、最初から入ってるマットが小さいです。こちらのマットは一番底まで押し込んだ状態。ここがマットポケット。なので、何センチぐらい ?7 センチぐらい短い。なので、これ押し込むと下に入っていきます。最初から入ってるマットを押し込めると、これぐらい隙間が空く。この隙間がちょっと気になるし、どっちかというとこの部分にマットが欲しいので、これを上げて使ってます。そしたらここはちょっとスカスカ。ちょっとこのマットの短さが気になる。ショルダーが幅広でトレッキングポールを使う人なら気にならないんですが、自分みたいに腕を組む人にはちょっと干渉する。それぐらい広いショルダーハーネス。ショルダーハーネス自体の作りはそこそこいいです。で、D 缶付き。あと、チェストストラップの位置が自分にはちょっと低い。もうちょっと上に欲しい。ワンダーワイドバックパックの改造しているポイントを紹介します。まずこのストラップホルダー。切ってます、もう。このトップとショルダーのところは邪魔なので切ってます。それとフロントのバンジーコード。外してはないんですが、もう横につけてる状態。ここにつけてるだけにしてます。本当はここにバンジーコードがあるんですが邪魔なので普段は外してます。100均でベルクロテープを買ってきてここに細長くしてつけてます。押すとつくぐらい。これぐらいな感じでガードしてます。で、もちろんこれを外せば普通にベルクロテープとして使えるようにしてます。ショルダーにはポケットがあった方がいいので一つだけつけてます。メッシュポケット。で、こちらはこのストラップがずっと走ってるので、様々なタイプのポケットをつけれると思います。